フィラデルフィアアスレチックスを創設から50年にわたって監督として指揮したコニー・マック。5回のワールドチャンピオンはニューヨーク・ヤンキースを指揮したジョー・マッカーシーとケイシー・ステンゲルついで歴代3位。メジャーリーグ・ベースボールの監督一覧は MLB において監督を務めた人物の一覧である。監督はチームの指示や作戦を立てる責任者であり、 専任者を立てるのが現在では慣例となっているが、野球創世期には選手の人員不足や人件費の削減という理由からチームに所属する選手の一人が代表で選手と監督を兼任するという例が多く見られた。その数は役割分担の明確化と野球産業の発展とともに減少し、1986年のピートローズを最後に、 選手権人監督は誕生していない。記載対象となっているリーグは、現在運営されているナショナルリーグとアメリカンリーグの他に、過去に存在したメジャーリーグと定義されているアメリカンアソシエーション、ユニオンアソシエーション、プレイヤーズリーグ、フェデラルリーグ、加えてメジャーリーグとは定義されていないが MLB との関連の深いナショナルアソシエーションを対象とした。なお、 MLB では、チームの不振などの理由から監督のシーズン中の解任、辞任は少なくなく、次の新監督が決まるまで代理で監督業務を行うことも多い。そういった監督代行を務めた人物も一覧に含める。ありがとうございます。